2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会、その種目の一つゴルフ競技がここ川越で開催される予定となっている。世界中が注目する56年ぶりの東京オリンピック開催、中でもゴルフ競技は2016年のリオデジャネイロオリンピックから実に112年ぶりに正式種目に復帰している。その舞台に選ばれたのが川越市内にある霞ヶ関カンツリークラブである。80年以上の歴史を誇る伝統的なコースは、規模や競技開催実績などオリンピック競技会場としてふさわしいコースである。空港に降り立った一人の女性観光客。彼女の一日を通して川越の魅力を存分に体感していただこう。それは小江戸川越と呼ばれる、日本文化に大きな影響を与えた数百年前の江戸時代の風情が今なお残る町だ。東京と隣接した県、埼玉県の南部に位置する川越市に向かう彼女。成田国際空港や羽田空港からのアクセスも実にスムーズ。川越市は東京都内から最短30分で移動可能だ。川越駅に着いた彼女、川越の魅力の一つが自転車で見学可能なコンパクトな街並み。風情が漂う商店街を抜けると、一軒の店が目に留まった。Hello? はい。いらっしゃいませ。どうぞ。どうやらここは、着物のレンタルができるようだ。初めて袖を通す生地の肌触り、見慣れない装飾品、新鮮な感覚に心ときめかずにはいられない。着慣れない着物を着て一歩街に踏み入れたその時、それはまるで数百年前の日本にタイムスリップしたかのような光景だった。すいません。よかったらね、ご試食してみてください。今黄色いのがね、あの青リンゴの味とか、ピンクがレモンとか、ね、オレンジ、お茶のね飴もありますので、よかったらね舐めてみてください。レモンでね、美味しい味ですよ。
ありがとうございます。Is this something like a Japanese taxi? Yes. Wanna try? Yes, please. Looks good on you. I know, it's so beautiful, right? It's my first time to come here. This place is totally amazing. Yeah, it's the best. Thank you. Thank you.
is a sweet potato dessert. It looks delicious. やあ、お嬢さん、行きだね。行き？小江戸川越、エンジョイしなよ。小江戸？小江戸？川越。This town's culture is so amazing. Yeah, that's called Iki. Iki? Iki?日本を知らない者にとって日本とはどんなイメージだろう。クリーンでハイテクな街並み、アニメとコスプレに没頭する若者たち、世界中のグルメが集まるナイトスポット。ここにはそれらのものは無縁かもしれない。だが川越には日本の文化や人々の暮らし、情緒あふれる街並みが今も大切に守られている。喧騒な都心からわずか30分で手にすることのできる心のオアシスなのだ。